プロ野球選手にとってフリーエージェント FA 県の取得は一つの勲章といえる FA 取得年に好成績を残せばより良い条件での移籍を狙うことができる一方成績不振に陥ると挙手に暗雲が立ち込めるそこで今回は2024年オフの FA 市場で注目される中今シーズン中に不振に陥った選手を紹介する 今季成績は7月10日時点。投打、右投げ左打ち身長、体重、1 7 2トル前 68kg、青年月日、1995年9月22日経歴、瀬戸内港、東京ガス。ドラフト、2016年ドラフト1位今季、いまだに一軍当番のない山岡大輔状況によっては FA 権の取得そのものが難しくなる。瀬戸内高では、 3年夏の甲子園をかけた広島県大会決勝戦で、広島新庄高の田口和人、現、ヤクルト、と再試合に及ぶ投手戦を披露。見事、同年夏の甲子園出場に導いた、卒業後は社会人野球の東京ガスに進み、一目置かれる存在として活躍。その後、2016年ドラフト1位でオリックス・バファローズへの入団を果たした。 プロ初登板から初勝利までに7試合かかったが、縦スライダーを武器にルーキーイヤーから24試合に登板し、8勝をマーク。プロ3年目の2019年は26試合登板で13勝4敗、防御率3.71をマークし、チームの勝ち頭に。同年は勝率点765で自身初タイトルとなる最高勝率に輝いた。しかし、 翌2020年は左内副斜筋の筋損傷2021年は右肘のクリーニング手術を受けるなど故障に悩まされることが多くなった山岡今期は開幕ローテーション入りが期待されながらファームの試合で右足の違和感を訴え緊急降板ファームでは実戦復帰を果たしたが未だ一軍昇格には至っていない